進んでたら巻き込まれてたもん。どこから？スペルビアだって、そんなバカな。陛下、ご無事ですか？何が起きたんです？たった今、アルスの胸部から膨大なエネルギーが放出されました。電力の低下はそのせいかと。陛下、回遊軌道を逸れたアルスの現在位置が判明しました。どこです？外。いけない。これ以上エネルギーが放出されたらスペルビアは。光ってる。今一度話すつもりか。まずいぞ。スペルビアのアルスの寿命は末期と言われておる。これ以上体内のエーテルエネルギーを放出したら。どうなるの？関節が自重を支えきれなくなって崩壊する。あっ！やつめ、アルスまで呼び出したのか。義経、あそこ。アルスまでもその支配下に置いたのか。女王陛下、これは世界中スペルビアにアーケディが。外では何が起きているの？全てのアルスをここに呼び寄せるつもりか。義経、弁慶、サタン、行け。行って神たちを守れ。行けって何を急に。万が一ってこともある。アーケディアはどうするんだよ。奴ら世界中のアルスを。俺が何とかする。何とかって、一人でですか？無理ですよ。大丈夫。こいつはもともと俺が組み上げたんだぜ。すべてをこっちでコントロールできる。それに心強い味方もいるしな。サタン、頼む。俺の代わりに。わかりました。弁慶。ち、弁慶。愛してるぜ。気色悪いんだよサタン。後でぶっ飛ばしてやるから、くたばんじゃないよ。それも悪くない。
奴らの船が。あの姿、まるでアルスじゃ。行くぜ、クソ坊主。始めよったな。今のうちや、シンたちを追うで。でも、アルスが。レックス、今の私たちにできることをするんだ。メレフ。大丈夫、陛下は私の弟だ。わかった。陛下！大丈夫です。それより、コート全体に避難勧告を。私のものも含め、すべての軍船を使っても構いません。一人でも多くの避難を。まずは陛下が。私のことはいい、急ぎなさい。残念ですが、スペルビアはもう持たない。陛下。さあ。は。皆さん、もしそこにいるのなら頼みます。スペルビアを、この世界の未来を。陛下、敵の姿が。失われし異の技術か。面白いものを見せてくれる。驚いたか。しぶといんだよ、俺たちは。イーラの残党か。あの男同様、マンイーターとして生き延びていたとはな。ならば。残念だったな。俺には聞かないぜ。なんせこの俺はあんたと同じだからな。何？俺はブレイドイーターだ。バカな。ブレイドイーターの技術は我がアーケディアでなければ。その通りだ。だがあんただけじゃなかったはずだ。あんたは自分にコアクリスタルを移植する前に何をした？まさか、あの時の難民の生き残りとでも言うのか。だが、あの者たちは全て処分したってか。死ねない、死ぬわけにいかない奴がいたんだよ。どうしてもな。避難すらさせてねえってか。相変わらずだな、マルベイニー。
ルクスリアまで。なんで、サイカ！あかん、うちの言葉、もう届いていいよ。くそ、何考えとんだよ、あの法王は。滅より先にアルストを壊滅させる機会な。焦りだな。焦り？天の聖杯を得られなかったことへの焦り。あの男、天の聖杯を得て本当は何をするつもりだったのか。何とかしてアルス同士の戦いを止めさせないと。せやかて、あないな空中戦どないして止めさせろっちゅうねん。そうか、あの光る柱だ。さっき柱が一本崩れた時、マルベーニの力が一瞬弱まった。つまりあの柱をぶっ壊せばアルスたちは解放されるってこと？多分ね。光、行ける？狙うのは柱だけよね。ああ、あんなに動かれてちゃ狙いが定まらない。絶対に無理。そんな。そうだ、光ちゃん。え？もっと近寄ることができればなんとかなるかもしれません。本当？ホムラ。はい、シンと戦った時のことを思い出してください。あの時は周囲の物理法則を書き換えてシンのスピードに追いつくことができました。同じようにあの2体の戦いの中心で書き換えられれば。私たちから見ればあの2体は止まっているも同然か。でもどうやってあそこまで？それだったら明暗があるもん。花、兄貴と光ちゃんをぶら下げてあの上まで運べるかも。はい、二人だけだったらなんとか行けますもん。だそうだもん。なら頼む、みんなはシンを追って。せやけど。相談している時間なんてない。大丈夫、なんとかしてみせるさね。ええ兄貴、花のロケットブースターは使える時間が限られるもん。了解だ、ギリギリまで近づくぞ。ここからなら。花！わかりましたもん。二人ともしっかり捕まってくださいもん。頼んだよ。レックスと聖杯？一体何をするつもりだ？まさか！落とせ！近づけるな！やりよったで。花、よくやったもん。当然ですもん、ご主人。聖火。
増幅塔が。なんと愚かな。何をしたのか分かっているのか。あっ、なんで何こんなところでチンタラしてやがる。ニナ、その声、サタ、あんたがそれを。真と滅を追うんだろ。早く生き上がる。なぜあんたが。さあね、わかんなくなっちまったよ、サタ。俺はこの世界が大嫌いだ。特に人間ってやつがな。あんただってもともとは。けどな、大好きな奴らもいたんだ。お前らを見てるとさ、あいつらを思い出してな。もしあの時あいつらが世界を駆け抜けてたらどうなってたのかなってさ、そう思ってな。もう分かんなくなっちまった、サタヒコ。レックスって言ったな。ああ、答えは見つけたのか。見つけたよ、とびっきりのやつ。そうか、そんじゃ真のこと頼むわ。行け、行ってみせてくれ、お前の見つけた答えを。一人？他に生存者はいないようだ。この焼かれ方、滅によるものじゃない。おそらくは人の。世界の混乱に乗じた略奪だろう。もしよかったらお姉ちゃんたちのところに来ない？大丈夫、心配しないで。みんないい人ばかりだからね。歩けるか。そうか、偉いぞ。悪いな、シン。ラウラと先に。サタヒコ。どう映る？どうもこうも生きるのに精一杯な奴らの姿やな。今のアルストじゃ珍しくもないわ。君は
人を殺めたことはあるか？ないな。そんなこと必要あらへんからな。ほう。人を殺めるっちゅんはそいつが邪魔やったり憎かったりするからや。己が弱いからや。わいは酔わない。せやからその必要もあらへん。腕っぷしのこと言うとるんとちゃうで。ここの話や。ならば私は弱い人間だな。弱きがゆえにここに立っている。嫌いなんか人間が。いや、世界だよ。ボン。ん？この世界は好きか？なんだよいきなり。正直に答えてくれ。好きさ。不安なことはたくさんあるけど、それ以上に素敵なこともたくさんあるからね。ワイのことは？は？わ、まさかの愛の告白か？え？アホ、人間のことは好きかっちゅう意味や。なんだ、焦った。何焦っとんねん。で、どないなんや？難しいな。楽しいこともあるけど、喧嘩をすることもあるし、会長みたいに憎ったらしい奴もいるしね。確かに。でも、そういうのもひっくるめて人生って言うなら、やっぱ好きかな。だって、出なきゃ今の俺はここにいないだろ。自分好きすぎるだろ。そうか、ボンらしいな。安心したわ。なんだよ。もし、ん？もし己のことが嫌いな奴が力を持ったら何しよるやろ。そんな奴が神様に会うてもうたら、やっぱり世界なんて消えてまえって願いよるんやろか。どうした、シン？ここが終着点か。ああ、何か言ったか？いや、俺はここに留まる。お前は目的を果たせ。妙なことを言う。一緒に行くって約束したろ。そんなこともあったな。悪いのか？待ってるのさ。小僧王か？待てと言われた。見ているよ、お前たちを。いいんだな？ああ。あんた、ひょっとしてオルネラさんのブレイドだったお人かね？オルネラ？いや、俺は。そうじゃろう、ほら、この絵君の。この絵？懐かしいの。あの時わしはまだこんくらいの子供での、その長剣を背負った姿、憧れたもんじゃ。
あんたたちが来てくれなかったら今頃この村は。ああそうじゃ、あんたたちが暮らしてた家、村外れに残っとるんじゃよ。家？長きにわたった独立戦争も間もなく終わりを告げる。だが終わりを告げるのはそれだけではない。彼女の命はもうそれほど残っていないだろう。それは私の終わりをも告げている。彼女の死とは無関係に、私は当たり前のようにコアへと帰り、再び目覚めの時を待つのだろう。これまで幾千の夜をそうしてきたように。そうして目覚めた私は以前の私なのだろうか。神と呼ばれるものが本当に存在するのなら、私は問いたい。私は何者なのか、どこから来てどこへ行こうとしているのか。願わくばこの日記が君の手に渡ることを願う。それを信じ、最後に私が私であるための方法を、我が伴侶との絆をこの身に刻む方法を残そうと思う。その方法とは、うわ、ずいぶん荒れ果ててるのね。90年くらい経ってるって聞いたけど、どうしたの？何か思い出のものでもあった？いや何もないよ。そうか、残念だな。前のあなた知りたかったのに。俺だ。いつだって変わりはない。来たか。シン！あなた一人？メッツはどこです？あいつなら先に行ったよ。あんたはここで何をしてる？お前たちを待っていた。俺たちを？メツの後は追わせないってことか。どうかな。見たくなったのさ。世界に意志というものがあるのなら、お前たちとメツ、どちらを選ぶのか。なら私たちをどうして？無理な相談だ。どうして？そして立っていることもやっとのはず。今戦ったら確実にあなたは。さすがではヒカル、約束なんだよ。あいつの願いを叶えてやる。その身が滅ぶことになっても。本望さ、シン。一瞬交えるしかないよ。手加減なしでいく。シン！それでいい。来い、少年。
あの力か。ならこっちも。凍らせるもんか。自身の思い描いた事象を発生させる力か。素晴らしいな。神が与えたもうたその力、なぜ人間のために振るう。楽園に行くためだ。行ってどうする。人に解放するのか、分け与えるのか。当たり前のことを聞くな。与えてどうする。結果は見えているんだぞ。何の結果だよ。人は楽園をモルスのように、500年前のイーラのようにするだけだ。俺がそんなことはさせない。お前が死んだ後はどうする。誰がそれを止める。そのために、そのためにあんたたちがいるんじゃないか。そしてそれを一緒にやり遂げるのは俺じゃない、誰かだ。そうだよ、人間は死んだらそれまでだ。でもその思いや記憶は別の誰かが必ず受け継いでくれる。あんたらブレイドだってそれは同じだろ。前の自分を別の誰かと一緒に受け継いで、新しい自分になって、そうやってこれまで生きてきたんだろ。だったら同じじゃないか。そばにいる。君のことは俺が守る。ブレイドはやがてアルスになって、そして多くの新しいブレイドを生んだり、世界そのものになったりして続いていくんだろう。すごいよ、羨ましい、クライさん。羨ましい。俺たちが、俺聞いてみたいんだ、神様に。ホムラやヒカリやあんた、どうしてこんなすごい連中を生んだのかってさ。いや、なんとなくは分かってるんだ。だからその答え合わせをしたい。答え合わせ。ああ、お前はその答えを持っているというのか。シーン。義経、弁慶。弁慶。信はやらせないよ。よせ、弁慶。でも俺たちはここまでだ。無駄は何一つない。ここまでが俺たちがすべきことだったのさ。信。ニア。何？あんたの力でシンを。ああ、応急手当でよければ。礼なんて言わないからね。先に戻ってシンの治療の準備をする。よしね、シンを頼んだよ。ああ、分かった。これ以上登らせはせんぞ。マルベーニアて。せやけどその姿は。神がこの世界に使わしたものなら、それは私のため。より強く、より革新的な類まれな情報を宿した子、
その選別のために私は洗礼を始めた。その結果がここにある。貴様、まさか全てのブレイドからコアを、そのための洗礼か。私が神の意志の代行者だからだ。何を言っている。勝手なことを。あんたなんかに決められたないわ。妄想もそのくらいにしとき。妄想ではない。天の聖杯の力を忘れたか。あの力、生きるに値しない存在を消し去る力が天の聖杯にはあるではないか。それこそが神の意志ではないのか。ホムラや光はそんなんじゃない。今わかったわ、滅がなぜあそこまで世界の消滅にこだわるのか。あなたね、マルベーニ、あなたの影響を受けて滅は。だとしたらどうなのだ。何の問題がある。アルストの世界を旅してきたのだろう。モルスの地を見てきたのだろう。幾万の時を経ても人は何一つ変わっていない。変わっていないのはあんただ。だから変わろうとした人たちが邪魔だった。変わる必要などあるものか。変われば全てが消える。私が消えてしまう。それに耐えられるものなど言わしない。だから弱いな。あんたは弱すぎるわ。弁慶。僕たちを殺すんですか。人ではないな。マンイーターか。アーケディアへと移送される途中だったんです。兄弟で、ルクスリアから。兄弟。左が僕のドライバーだった人、右が弁慶の。弁慶、それが仲。はい、僕は義経。僕らのドライバーは兄弟でした。だから私らも兄弟だってのバカじゃないの。そいつらはそいつら、あたしらはあたしら、何の関係もないっつうの。それでもこの体には二人の命が宿っている。僕らはつながっている。意味わかんねえ。満足か。そのようなものにすがって満足かと聞いている。わかりません。でも何もないよりいい。それを大事と思えるから、そのために生きられる。彼女のために。私を見下す。私がいなければ存在すら許されないブレイドごときが。
レックス、義経を。わかった。やらせるか。義経を放せ。おかしなものだな。まさかイーラのものを助けるために戦うとは。でもお嫌いではないでしょう。目的に曇りがないからな。すまん。どういたしましても。花、よそ見してる暇ないもん。持ちつ持たれつ言うてな。一個貸しにしといたるわ。お気にですもん。なぜだ。お前たちは何者だ。どうしがたい。人間がなぜブレイドに肩入れする。アホか。肩入れとちゃうわ。これはな、絆いうもんや。この世界で生きる仲間同士、当たり前のことや。絆？仲間だと？こんなものがか？義経。案外痛いものですね、ブレイドの。まだこんな。来るか。え、俺の名はシン。俺も同類だ。義経。そこにいてくれ。こいつは人間だ。だから俺たちの手で蹴りをつけたい。俺だってこの体にはお前たちと同じ。だったら大事にしろよ。そのためにここまで来たんだろう。レックス、500年の呪縛ここで断ち切るよ。え？みんなも。終わらんぞ。神に会うまで私はこの手で全てを消し去るまで私は。いけません。このままでは世界中が。なんてやつや。あんだけのダメージを食ろうてもまだ。止めるぞ。しないで。あなたのコアまで奪われたら勝てる戦いも勝てなくなるじゃない。すまん。全てのコアは神の言葉は私のものだ。ニア、二人を頼む。わかったよ。
シン、なんでレックスたちのとこに行った私を殺さなかった？悪くなかったろ、信じたドライバーのブレイドになることは。シン、俺もかつては。レックス、滅を止めるんだ。あいつは探している自分というもの、お前の答えを聞かせてやってくれ。シン、イーラの死に損ないが終わりにしよう。俺たちの役目は次へと渡されたんだ。マルベーニ、役目だと？この私を貴様程度の存在と同じ次元で語るな！野党か？多分な。サイカの容姿は人間に近いさかいな。そういうのはタコを売れるんよ。知ってるか、コアに戻る前に見本写真撮るて。変わらんな、昔から。何が？人は己が欲するものが得られないと知った途端、それを奪おうとする。みんながみんなやないやろ。諦めているだけだ。本質は変わらん。ほんなら、なんで保護してね。ほっといたらええ。今しめだ。人がどういう存在であるのかを忘れない。ワイを助けたのもそうなのか。同じような光景を見たような気がした。あれは人の姿だったのだろうか。なんであんな悲しい目したんや。あれじゃったな、シン。シン、くせえな。この町は物乞いを野放しにしてんのか。ブレイドだな。ドライバーはどうした？
そこら辺で飲んだくれてるってんでもなさそうだが。俺の名はメツ。お前と同じさ。